鹿島学園高等学校は、茨城県鹿島市にある市立の高等学校。鹿島学園、市内に鹿島高校があるため学園と略されることもある。1984年10月、修学人口造加のため、当時の鹿島町は、町議会で県立高校誘致推進協議会を設置するも、県側からは県立高校は設置しないとの通達を受けた。それならばと、 私立高校を設置すべく、鹿島町は、三沢法務社長、三沢千代寺を窓口に、新潟県に、南入りの医大学を誘致した実績がある日米、貿易拡大促進協議会に、高校学校誘致を依頼。協議会は、学習塾などの業界史を発行していた、登る業企画に打診し、山田啓介が社長を務める学習塾の中堅だった、山田二塾が、 鹿島町での高等学校経営に名乗りを上げた。鹿島町は約2万坪に及ぶ土地を安く払い下げ、補助金として3億円を出資。山田啓介社長は、鹿島学園を茨城の改正にすると豪語していたという。各して1989年開校。少し前には、土佐塾によって、土佐塾中学校、高等学校が池田教育ゼミナールによって、 池田学園池田中学高等学校が開校しており、学習塾による高教育への参入として話題を巻いた。初代の校長には、元国立教育研究所研究部長、大野蓮太郎などが候補になっていたが、結局山田義塾側がコントロールしやすく取りつ、小木久保校で校長を務めていた経験がある、渡辺よりきを校長にした。 渡辺校長には日本語と英語を併用したスピーチをしたエピソードがあり、社会科の受験参考書などの著作がある。開学当初の1989年4月15日に事務長が突然解雇された。その原因は、裏口入学の金を横領していたためとも噂された。また、山田義塾の山田圭介社長が裏金を取って、裏口入学をさせているとの噂は絶えず、 実際に三助金の名目で府警から集めた金が学園の会計に計上されず、事務長が茨城県警貸島署で事情聴取を受けたと報道されたこともある。このような使途不明金が上ったことのみならず、設備投資がかさんだ上に山田義塾本体の経営不振から1992年に経営を上層学院に移譲。上層学院からは、 原田敏和校長を派遣し、再建を図った。1999年に、上層学院から経営を引き継ぎ、総経外語ゼミを運営していたまり子道夫が理事長、校長に就任した。ただ、上層学院が経営を行っていた、時期の理事長らによる、不明朗な土地取得などの負債が巨額であったため、経営を圧迫。横道夫は、 上層時代の理事長らを背任で告訴するとともに、教師の干渉退職を進めるなど、経営の合理化を図った。ところが、強引なリストラを強行したため、解雇した教師から、次々と裁判を起こされた。さらに現場の教師からの反発を強め、2000年には、古参の教員が大量に退職、県が定める、私立学校設置認可基準の教員数の、 最低限を下回る事態となった。鹿島学園高校の教職員組合は、横、道夫校長の不当労働行為などへ強い抵抗を続け、2004年にようやく和解が成立している。2003年に福祉コースを開設、2005年からは通信制家庭の認可を受け併設している。2016年にグローバルコースを開設した。他方、 通信制家庭の生徒数が2013年度以降2017年にかけ5年連続で定員の1.6倍に当たる4000人を超過していると2017年7月5日付の毎日新聞で報じられた。同校は茨城県からの是正指導にも従っておらず、文部科学省も事態を重視している模様である。また、それに伴い、 通信制過程は2017年10月16日で当該年度の編入学の新規制募集停止の処分を受けた。スポーツを中心とした部活動では、鹿島アントラーズのユースに入団した生徒を積極的に受け入れており、2003年以来、サッカー部は全国高等学校サッカー選手権大会3年連続出場の成績を残している。また、 2008年から2009年の間に行われた第87回全国高等学校サッカー選手権大会においてベスト4の成績を収め現時点での最高成績である。ゴルフ部は2004年、2005年、2006年と3年連続全国高等学校ゴルフ選手権大会で優勝の実績を作っている。野球部は2006年には監督交代をめぐって 部員が大量退部する事件や、2007年には、野球部監督の部員への暴行行為、野球部員の集団万引き事件や、部員の下級生への暴力事件などの不祥事を引き起こしている。全国高等学校野球選手権大会、いわゆる夏の甲子園では、常に県予選で敗退しており、1997年の準決勝進出が最高の成績である。最近では、 女子クラブの強化も進んでおり、女子サッカー、女子バレーボール、女子ソフトボールといったクラブにも力を注いでいる。女子サッカーは2018年には初めて全国大会に出場した。学習センター、学習連携校によって、大学進学コース、ダンス、ネイル、漫画などの授業がある。メリルハースト大学のパシフィックインターナショナルアカデミーに留学ができる。イギリス、 カナダ、ニュージーランドへの留学も可能である。通信制課程の学習センターの一部では、提携校のアミューズメントメディア総合学院や、メイクアップアーティストを学院高等部と提携しているところもある。その他、大阪市を本拠地とする、日本フットボールリーグのサッカークラブチームである会、新大阪と、業務提携しており、鹿島学園高等学校、FC、 大阪高等学院として、大阪市中央本校と堺校の2つで展開しており、U-18 のチームに所属する選手に、サッカーを中心軸とした生活を送りながら、高校卒業資格取得を目指す環境を提供している。ありがとうございます。